勢いで会社を設立して借金が1000万あります。さらに現実投票するために毎日体力に酒を飲んでると頭が悪くなった気がします。今後、まともな人間に戻るために何すればいいですかね酒をやめろこれ。まあでもすごい強気ですよね。やっぱ1000万借金があるからここで2440円投げても何とも思わないってことですもんね。確かに。別に200円でもいいのにっていう。いいね、<laughs> めちゃくちゃいいですね。 そういう意味で、まだだから、手元には金が結構あるってことですよね、先を買う金もあるし、会社で借金ありつつも、会社自体はまだ存続してるって感じなんですかね。おだってもう、抵当に全部持っていかれることもないってこともね。<ー>でじゃもう、まだそこまで追い詰められてないんじゃないですか。い、うんまあ、けるとこまでいって、生加速コースでいいんじゃないかなと思いますけど。ああ